いらっしゃい、チョコボかい。そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行った？俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか。何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ。もちろん、助ける。その子がタイプなんだって。だから。兄ちゃんも好きだね。といっても、結構連れてきたからな。どの子だ、特徴は。特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか。そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも、残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ。あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に。オーディションって。コルネオさん、ティファちゃんは長年大だから。ドン・コルネオの。はい、起こすなら勝手に。ああ、いっ、とにかく街の中探してみよう。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に。契約は基本。壊れてる？らっしゃいませ、らっしゃいませ。機械が自動で打ってくる。ねえ、ワンセットいたな。よっ、そこのご…お二人に。いくらだ？引く？ご利用の際はお声掛けください。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。あれ見て、オルネオ。あそこだね。ああ、おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったら何。屋敷はた、はいはい。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか。なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない。ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな。いや、代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケット、まず、そして最後が全員。そっか、でも、うん、分かった。
なんだ、またお前らか。俺のバカ。違うの、バカ野郎。私をコルネオの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ。それじゃ今回。でもそんなにす欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。表だ。残念、裏だ。まあ、正直。俺が話してくる。え？あんなこと。だってくら。ちくしょう。でもすごかった。わあ。なんか緊張しますね。じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド、どうだった？ん？大丈夫？ああ。クラウド変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私を。そりゃ、本当？ただし。え？そんな貧乏代理人。この服ダメ？俺は嫌いじゃない。ありがとう。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。し払うもんす。いくらだ？ざっと100万といったところだから。え？この町にはそこで優勝賞金が出る。うん、分かった。いいえ、もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かう。いいかい、私に損をさせるんじゃないの。いいかい、私に損をさせるんじゃないの。
どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。やっぱり優勝できそう。そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。町の上がりもそう。今からエントリーが？たくギリギリだな。いや、二人でおね、推薦しても。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、お前たちはまだだ。アナウンスがあるからおとなしくしてろ。お前たちはマウダ。お前たちはマウダ。お前たちはマウダ。ああ。どうしたの？少しばかりか。あんたらも悪いことだよ。クラウド、入場ゲートまで。逃げる気ないよね。コルネオからの差し入れ、飲んでおけば。よかったら。どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていい。準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたるバチが。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&アイ。次は終わりだ。決めろ。この結果を誰が予想したでしょう。ま
ンサに大胆展開し、勝利したのはなんとクラウド&エアリスチーム。まずは1回突破。どうかした？ルールが曖昧。ああ。いや、期待するな。用心していくぞ。クラウド・エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。もうおしまいだ。運よくか、準備はいいか。ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。もう死んだふりしなくていいのか。恐れ入ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせ。限界を超える隙を作る。見かけ。全てをかける。またね。
ああ、やってくれちゃって。マジであんたら最高だ。準備はいい。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様。この
いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも今回のチャンピオンだ。チャンピオン、今夜はね、材料も製法も問題、本日開店の自動は待ち合わせ場所はここのはずだけど、来たね。でもそのまま5番街では働き者、エアリスにはさっと着替えたらま、そうと決まっ、そうだな、こんなすれ今のうちに安心、安心し、男のことは勝手に話、にえきらな、せっかくの機会さ、さてとそのどんな服と服だけじゃない、わお、じゃあクラウド後でね、覗くんじゃないよ。覗くんじゃないって言ったろ。連れでチャンピオン、は残るなった、この機会に守りたい恩、ちょうどあんたにぴったりだ。頑張ってこいよ。トレーナーの突然でもこんなピュッやる前、じゃあクラウド君準備ができたら勝負する。よろしい兄ちゃんが何の用だ。ふん、後悔する。無駄口、勝負の方、じゃあ早速始める。負けてやる気はない。このまままだまだいけるはずだよ。素晴らしいね、美しいフォームだ、いい感じだね、その調子だよ、美しいフォームだ、いい感じだね、このまま続けていこう、素晴らしいね、美しいフォームだ、このまま続けていこう、いい感じだね、その調子だよ、いい感じだね、素晴らしいね、このまま続けていこう、美しいフォームだ、素晴らしいね、このまま続けていこう、その調子だよ、いい感じだね、その調子だよ、このまま続けていこう、素晴らしいね、美しいフォームだ、その調子だよ、いい感じだね。終わったな。筋肉は量、そうや、そのまん、この子たちのクラウド、体を動かした、うわぁ、重要なのは、はい、
たな。さあ相手を選んでくれ。またいつでも来てくれ。いらっしゃいませ。ん？居酒屋で飲んだ。すぐそこの酔いどれって店にいるから。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあまずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。入りにくい雰囲気だよ。あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。あ、アホ面だと？とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父。俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション、あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。わかった。なんだかよくわかんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほらお前も行かんかい。一杯おごりよ。マテリアや食べ始めたら止まらない。マテリアやって入ったことないんだよな俺。ぶっちゃけ何に使うかよく。怪しい匂いがプンプンするぜ。魔術じみたこの感じはまさに。ちょ、置いてかないで。俺がマテリアや。なんだあんたたち。うん、服屋の親父をインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろう。何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよあれ。宿屋自販機、あれか。あれって野暮なこと聞くなよ。んじ
よろしくな。自販機のあれ、見破るのはこの俺だ。感じる、感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域、いざ参らん。待ち合わせ場所はここのはずだけど。頑張ってこいよ、なんでもや。お兄さんにぴったりなお部屋。あ、一人で行きですか。俺の豊富な知識がなくちゃ自販機の秘密は見破れませんからね。あった、この自販機。ぱっと見は普通の教えいいですか。この手のどこに。そう、これまでの知識や経験を総動員してこうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている。このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ。ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。これは早く早くしまってください。こんなとこ見られたら。おおおおおおおスペシャルおまけだよ。ビビ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 ビッと。とにかくあれはゲットしたんで、早いとこマテリア屋に戻りましょう。チャンピオンってこんな気分なんだな。クラウド、まだまだ距離は長い。おお、待ってたぜ。さあさあクラウドさん、これをこのくらい。どう。いやー恐れ。まあな。くー、さすがチャンピオン。約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょうクラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。銀行なんてな、待ち合わせ場所はここの箱だけど。いらっしゃいませ。お好きな。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア。そんなことより、あんたら料理は得意か。いや、全く。最近なんか料理の味が火力か電気か冷蔵。考えられるとしたらなんだ。よし、原因は火力が足りないだ。お、兄ちゃん炎にうるさい口か。どれ、試しに火加減を変えてみるか。おお、
とんでもない火力だぜ、こりゃ。えい、お待ちと。いただきます。料理に尽きるね。あんたには感謝してもしきれないよ。これお礼と薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。たく、今日はやけに病。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わり、その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと。助かるよ。そうだな、この薬を届けてくれ。3人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡す。薬を持ってきた。見せてみろ。ありがとう、助かったよ。これ大したもんじゃないけど、よかったら。はあ、安心したら今度はと。悪いけど出てくれるか。食べ始めたら止まらない。そうそうしたら分かってんだろうな。ノトレ人でも助けてやんねえさ。薬を持ってきた。見せてみろ。はあ、すっきりした。いやもう詰まり詰まって体の中から爆発するかと思ったぜ。あんたすげえな。神様かなんかか。何でもやだ。何でもや様々だよ。たくあの定食屋、食材に何使ってやがんだ。ありがとな、助かったよ。ところでここどこ。
あの強烈な生臭さ、まだ体に染みついてるみたいだ。薬を持ってきた。見せてみろ。まとわりつくような定食の匂いがようやく消え去った。助かったよ。よかったらこれお礼に。はあ、空気がうまい。戻るか。召喚マテリアイスの召喚獣キャンデー、アレクサンダーを持ってるだろ。トルネオは3人の実力者、うん、ここはな、その亀、いやメカみたいな恐ろしい絵をクラウドさんの剣がズガガガガーっと。いえ、あの兄ちゃん家と戦ったのか。あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外の奴らはどうだった。できるだけのことはした。ありがとな、助かったよ。じゃあ約束通り報酬な。ちょうど今いいものを持ってるんだ。いいもの？ま、もともとは福屋の親父のもんだけどな。定食屋から話は聞いたぜ。あんたたちこれを探してたんだろ。探してた？福屋の親父？なんだっけ。ああ！インスピレーション！当たり。ここいらの店主仲間は昔からの腐れ縁でな、毎晩集まっては景品をかけて勝負してんのよ。で、巡り巡ってこいつが超レアもの。限られたに、ま、持ってても何の役にも。これってまさか。クラウドさん早く見つめて、いや、とにかく酔いどれに戻りましょう。福屋の親父に。クラウドさん早く早く。インスピレーション、そういうことだったのか。親父、酔いどれ酔いどれ酔いどれ。待たせ。あ、例のもの取り返してきた。おやじ、それってそうよ、あの娘たちにドレスをプレゼントしてミツバチの館の VIP 会員賞じゃ。やっぱり。そうと決まったらこうしちゃいられん。すぐにでも娘たちに会いに行くぞ。店に戻ってプレゼントを得る。俺もお供するぜ、おやじ。はあ、わかっちゃいるけど。いろいろと面倒だったろ。さあクラウドさんも一緒に。ウォールマーケットのお勉強は仕事は終わりだ。あと、わかります、その気持ち。道の、はあ、一緒に行けないのはクラウドさんのため。体を張って一足お先にこの俺にドーンと任せちゃってください。待ってろミツバチの館。待ってろ娘たち。ろくでもない大人が多くて困っちまう。そうだ、そろそろサムのところへ戻るか。おお、どうだ、いろいろ初体験だ。このくらい慣れてる。いや、最後にもう一件だけ。どういうことだ。ま、とにかく闘技場へ行ってくれ。話はそれからだ。
だぜ。観客席は満員御礼だ。派手に盛り上げてくれよ。さあ、今宵のチャンピオンクラウドが再びリングに戻ってきた。今最も熱い男に対するのは身を焦がすほどの弾。終わらせる。全てをかける。これがチャンピオンの貫禄。膨れ上がった観客の期待に見事応えてくれました。熱気冷めらぬ会場に歓声がエクスプロージョン。さすがはチャンピオン、見事なもんだったな。あんたの取り分だ。ティファの件詳しく聞く。ああ、ティファちゃんもボムに負けず劣らずのダイナマイトボディって話。おい、騙すようなことをして悪かったよ。でもまあ、あんたが本気でティファちゃんを助ける気だって、今の戦いっぷりでよく分かったぜ。遅い。それでまさか言っただろう、面倒ごとに巻き込まれるのはごめんでね。ただ今のあんたなら俺の手なんか借りなくてもティファちゃんを助けてやれそうな。ここに来た頃よりずっと。さ、お勉強はここまでだ。そろそろ姉ちゃんの着替えも終わる頃なんじゃねえか。女を待たせると怖いぜ。ボムみたいにみるみる膨らんでドカンだ。